何してんの？ハルト。気持ち悪い、ハルト気持ち悪い。はい、どうも、枝豆ビーンズのエイトです。ハルトです。デイです。ユーです。キヨンヌー。マイルでーす。ということで、そろそろ冷たい麺が美味しい季節になってきたということで、本日は豆腐そうめん風早食い選手権をやっていきたいと思います。ルールは簡単です。コンビニに売っている豆腐そうめん風を誰が一番早く食べれるかを競いたいと思います。早食い競争ではありますが、豆腐そうめん風は世界のスーパーフード枝豆の第三形態なので、ちゃんと味わってきれいに食べるのがルールです。うわー、そうですね。うわ、すげえ。ここまでめくる、ここまでめくります。うわ、めっちゃ水出てきた、はい、最悪。うわ、消して、消して、よし、誰か、どうしたらいい、どうしたらいい、やばいやばいやばい、痛い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 、こんな出たん。これまだ入れちゃダメない、すげえ。もう一度入れていいよ。え、これも食べていいんですか。めっちゃやったぞ、これ。あ、いいですよ、いいですよ、不正になりますけど。失格。え、バカじゃん。ねえ、バカじゃないのお前。キヨなんで食べちゃった。キヨね、冗談を言っちゃダメだった。え、お前らマジ負けるよ、お前ら。いいの。いや、こっちの責任だよ。わかんねえよ。え、お前ら平気大丈夫そう。それでは皆さん、準備は OK でしょうか。はい、丸、はい、丸、はい、はい、それではまず先にいただきますを言ってから3、2、1、スタートで、はい、いきます。あー、やべ。はい、それではお手手を合わせて、せーの、いただきます。3、2、1、スタートです。いただきます。うん、うまっ、うまっ。うん、うん、いつもよりうまい、なんかね、うまかった。終わった？終わった。おお、やば。うん、うん、うん、うまい。終わり、これ終わった。食べ終わった。終わりました。終わった。なんかはい、なし、完食。あれ、全員終わった。はい、わかった。あ、うまっ。終わった。終わってる。あ、キヨンが今終わった。ということで、1位のリュウくんと2位のハルトくんで決勝戦を行いたいと思いまーす。決勝戦は半分の 70g で行いたいと思います。いけそうですか、2人とも。全然余裕です。70ですか。 70? 無理やんないよ。はい、はかりですね。はい、はい、それでは2人とも 70g 測れたでしょうか。できました。食べました。じゃあタレ混ぜちゃいます。タレを入れて混ぜてください。あ、やっべ、飛ばしちゃった。あ、やべ、どうしよう。やばらした。どうした。めっちゃ落ち込んでんの。いや、汁ぶっ飛ばした。やべ、これどうしよう。俺、お兄ちゃんの T シャツなんだよ、これ。うわ、しかも何も言ってないで借りたからね、俺。悪い子だね、悪い子だね。いただきます。3、2、1、スタートです。いただきます。ということで、豆腐そうめん風早食い選手権優勝者はハルトさんでーす。おめでとう。
おめでとう、おめでとう、ありがとうございます。ということで優勝者のハルトさん、早食い選手権やってみてどうでしたか？意外とめっちゃ余裕です、罰ゲームは優勝者のハルトさんに決めてもらいましょう。誰がやるか。じゃあノエル行こうかなって思ったけど、なんかいいや、エイト行くわ。エイト、それではエイトさん、準備はいいですか？時間平気？いけます。大丈夫です。もう全然、はい。じゃあ行きましょう。じゃあ一発ギャグ界の、はい、神様と呼ばれた。いい、聞いたことないけどな。じゃあ5、3、2、1、どうぞ。ドラキュラの寝起き。じゃあもう一個お願いする。だって一発芸界の神なんですよ。そうでしょう。神様来てぐらいね。まあ、そんな一発芸の一つや二つあるもんね。星の数ほど。じゃあもう一回いっか。いくよ。三、はい、二、一、どうぞ。あ、ツチノコ捕まえた。なんて？ということで、以上、豆腐そうめん風早食い選手権でした。それではまたお会いしましょう。バイバイ。バイバーイ。バイバーイ。バイバーイ。あ、ツチノコ捕まえた。ドラキュラの寝起き。ゼロ。よかったじゃん。意外とけたじゃん。よかったじゃん。泣いてる、泣いてる、泣いてるよ。あーまあ。バイバーイ。